今から8月26日に迫ったブレイキングダウン9のオーディションを開催していきます。お願いします。はい、それでは各地域の喧嘩自慢に登場してもらいましょう。まずは大阪からお願いします。誰に口聞いてるっておめえしかいねえだろ、これ。つきましょう。本当切ってんのか、これ。やめとけ、やめとけ。止めてくれるか、信じこってなか、この野郎。おい、チンピラ。じゃあ、九州も入ってください。バンさん、バンさん、九州も入っちゃって大丈夫です。待ってんだよ、おっちは。いつまでやってもよ。おい、どんな暮らしようか、楽しみだよ。暇じゃねえんだよ、俺たちも。おい、何もないよ、おい。出にくいな、これから。あいつら減っちゃうから、もうかかったの。あいつら不良ちゃう、全然不良ちゃうわ。あいつらちょっと格闘技やってるただの陰キャラ、こうでや。あ、見てわかるや。今日は集まっていただいてありがとうございます。今日ここにいる4チームで、対抗戦の準決勝を行って、ブレイキングダウン9の決勝の、カードを決めたいと思います。これから対戦カード決める予定だったんですけど、もう決まってますね、これ。横浜と大阪がだいぶ大喧嘩したんでね。今からやりますか、横浜対大阪。やりましょう。おい、喧嘩これね、もう
陰キャラ、おい陰キャラこれ、お前不良したことあるか。じゃあ、次の北関東の、健之助さん、萩原さん、うち見ての通り、こう行儀はいいんで、でも喧嘩は強いんで、向こう大将の言うことも聞かないのよ、ね、ガキばっかするにして。なんかまあまあ、向こうは向こうで3位決定戦やっといてもらったらいいんじゃないですか。でこっちはやりましょうよ。実質決勝だな、これ。ね、もううちは一通り悪いことを仕切った子たちなんで、別にここでなんか中二病みたいに揉み合んでもいいんかなみたいな。もうプロ直前の人たちばっかりなんで、まあ優勝余裕かなって感じですね。直前の選手を連れてきたの。喧嘩しもんじゃねえのか、お前。おい、こっち喧嘩しに来てんだけど。で、プロ素人だよ、プロ直前ってなんで。まあ関係ないけどな。出せる、そんなの連れてこなきゃいねえんか、お前。優勝してみ。こっちは優勝したいから連れてきたの。優勝してみ。立てないくせに、まだうるせえや。お前、デブさっきからうっさな、お前。見えよ、ほら。ほら、言ったらよ。俺が、ほら。おい、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 もうやりますか。やりましょう。石の上にも3年、そろそろ花咲かすとき来たんじゃねえのかって。そこら辺のやつ全員ボコボコにして買ってやるから、一躍有名人になっております。よろしく。横浜勝つよ、全勝5勝。喧嘩言うたら俺やなっていうので応募した。仲間の思いや背負ってるから、まあ男としてもう生き切ったろう思って。九州横浜北関東、まあ、相手にならへん。いや、まあ打ち合いでしょ。マミ、こっち回れば投げろ。最後必ず自分の時間で終わるんだぞ。おせん、声出せ声出せ声出せ、盛り上げてやる。メール返すよ、こいつら。はい、これが大阪やぞ。おっしゃ、ナイスや。俺勢い乗ったぞ、勢い。突っ込んでってバッチバチに殴り合わせ、足味で喧嘩っすね。試合したろうかなと思って、喧嘩したろうかな。熱くなるの分かるけど、全員が同じこと言い出してる。大丈夫ですか。リキ、いけろ。リキ、冷静にな。冷静に。あれやったな。これやったな。全員で同じこと言い出して。
すごい使ってもうたな。あ、もう全勝だわ。はい、ナイスナイスナイス兄貴ナイスナイス。おい兄貴、向こうの監督静かなってますよ。静かだな。さっきまで見せとめたね。どうなんでしょ。横浜静かになってるけど大丈夫？遅いよ遅いよ。やばい、静かやな横浜。遅いよ遅いよ、行け。喧嘩は数えてないですけど、まあ負けたことないんで、ただ絡んできたらやるだけなんで、そいつを僕交換しますよ。いやまあそこら辺な喧嘩自慢言うてるから、うん、喧嘩自慢通るかなと思ってできただけです。本当にあの行っちゃうって感じ。俺らのことも聞かないし。さあ頼むぞ。大輔ガンニャかけんねガンニャかけんねガンニャ好きにやっていいよ。大好きや。時間言うからしっかり自慢くる。余裕余裕余裕。1分しかないからな。熱くならんでいいからな。大輔お前は絶対いける。カウンター入るぞ。はい、もうだけしかいけない。大輔頼むぞ。さあ不良ですよ。もうザ・突っ張りっていう、そういうところに俺は惚れましたね。俺に勝てる？おいで待ってるよ。負けることがない、それは断言します。ロック取っちゃっていいから、全力で声出して応援してやれ。全力で。殴っても勝てる、蹴っても勝てる、喋りも勝てる、それが大阪じゃ。おい、決勝間違いなく行くぞ。まあでも大将戦やりますか。そうですね。いやもうアンドレ言うことないです。ただただ強い。人を殴れると思うとワクワクしますね。
チーム大阪ってことで絶対に負けさすわけにいかないですよ。協力しろよ。ヘビー級で最高の逃げ用意してるんで。あれはもう絶対勝つでしょって感じ。まあ、喧嘩はまあぼちぼちやってますけど、なんかそんな覚えてないです。でまあ地下学、33戦32勝の1敗で、あら向こう静かになってきたな。せいよビビってお前葬式返す葬式うるせえ。もう試合やる前か帰れよお前ら。行くぞあいつ。ああやる前か負けてんぞ。あれぶっ倒すぞ俺。さあ見とけよ大阪の核弾頭。今から本当の葬式見せてやるからよ。一人死ぬからよ。お前ら早く早めに帰れよ。よしよし冷静冷静に。おい帰れよ。帰れよ。掴んじゃった。おい、こら豚キムチこれ。おい、なんでふざけんないこれ。なんこれ。また覚えてんすか。お前これ。ミクロちゃん、俺やっぱこいつ許さねえよ。もう許せねえよこれ。もう二人の喧嘩ね止められないんで、喧嘩道の中で試合決定で。なんと今だけ招待コードの入力でノッコン寺田とキムジェフンがもらえる。さらにノッコン寺田 VS キムジェフンの対決イベントが決定。8月8日ゴングが鳴る。一番ブレイキングダウンのルールに合ってて、この喧嘩自慢っていうのに合ってるっていう。相手になったやつをぶっ飛ばすだけですよ。それだけ。まあ制裁してあげようかなって。はい。切り込み隊長みたいなもんになるんで。暮らします。はい。全然楽勝でしょう、ここはね。通過点、通過点。もう喧嘩っていうことだから、まあ喧嘩はもうね、なんか競技っていうつもりじゃなくやらせるつもりで話してあるし、笑いながら殺せって言ってあるんで。顎引いたらいきなり打ち合い、蹴りなんか出さなくていいよ。相手の蹴りなんか合わせなくていい。頭くるに頭くるに、そう、そう、そう、もう、もう、いける。一気にいける。ストップでしょ。一気にいける。正段まだ、ワンダー、ワンダー、一回取り戻せ、一回取り戻せ。一回落ち着け。もう効いてるよ、効いてる。顎引いてる。効いてるから、大丈夫。もう効いてるから。返せる、返せる。まだ返せる。返せる、返せる。返せる、返せる。いや、そこ行け、行け。おら、行け、おら、行け。もう効いてるよ、行け。ダボスだから、行け。ロー、ロー、ロー。そう。あ、もう、一回通せ、一回返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 せ、そう、返せ、返せ、そう、その後返せ。
冷静に返せ、冷静に返せ。待てよ。一発は返せ、一発は返せ。最後だ、最後だ、もう終わるから。終わるから。当てるな、しっかり当てろ。回転だぞ。ゆっくり当てろ。いけ！ポンで当てろ、ポン！ナイス！ポン！押してるぞ、押すぞ。俺はショートのフック入るぞ。掴むな、掴むな。コンビニスカイコンビニスカイコンビニ掴みすぎ、掴みすぎ。ワンダウン。いい感じっすね。リングが上がれば分かると思います。引かないです、絶対。1分間慌てるなよ、自信持てよ。この前のスパーリングだぞ。はい、大丈夫、大丈夫。はい、前に行け、前に。おいっしょ、おいっしょ。右合わせろ、右合わせろ。パンチでいいよ、パンチでいいよ、パンチでいいよ、パンチでいいよ。行け、おっしゃ、行ったれ。おい、行った、取る、取る。顎引いて、もらいつ、もらいつ、顎引いて。もらうな、もらうな。うちへ、うちへ、そうだから。そら、そら、うちへ、もう。うちへ。そこで行った。おい、行ってる、行ってる。もらうな、もらうな。そう、もらうな、もらうな。そこで打ちやよ。顎を引いて打ちやよ。そう、行ってる。顎を引いていけ、おら。そう、引いて、引いて、引いて、おら。引いて。そら、最後、引いた。右だ、右だ、右だ、右だ。顎を引いて、引いて。行け。もう、ラスト、前出ろ、前出ろ。前出ろ、前出ろ、前出ろ。ラスト、前出ろ。おい。よしよし、もらってる。フリーヒットもらってる。よし、オッケー。よし、仲間のために、仲間のために、もうさ。全然喧嘩もしてきましたし、別に3人がかりで行きたいやつもやってきてもらえます。あ、見てて。この足止めて殴り合えるなんかこう、こんな感じは嫌です。嫌ですね。あ、こっち、うちのこれ強い、めっちゃ強いですからね。先言っとくけど、めっちゃ強いですよ。めっちゃ強いですよ。大塚、相手の距離見てな。ほら。はい。はい。さあ。いけるからね、そのぐらいで。ミドルの位置だな。蹴るしかねえよ、蹴るしか。蹴るしかねえんだよ、蹴るしかねえんだよ。そうだ、行った、行った、行った。よし、めちゃめちゃ強い。よし、ボスカー、お前最高だな、お前ら。おい、下がって当て必要だよ、お前。気合いだ、お前。あいつやっぱ根性あったね。根性ある。うちの社員、うちの会社の社員。もろ喧嘩自慢っていう。喧嘩っていう喧嘩はもう負けたことない。まあ余裕ですね。はい、今回のこの九州喧嘩自慢の中で多分僕は一番強いって言ってもこれは過言じゃないかな。あら、喧嘩して必ず KO します。はい、今乗ってるからいけるよ。しっかり仕事しろよ。ガンドン乗ってるよ。
はい、現在勝負、つけよつけよつけ、大丈夫だ大丈夫だ、喧嘩しよう、入った入った、なんだこれ、入った入った入った、ガンス、まあ聞いて聞いて、入った、ダウンダウンダウン、ちっちゃくて、ちっちゃくて、落ち着いて、深呼吸、深呼吸、深呼吸、まっすぐ出せよ、ワンツー、もう行くしかない、大丈夫だ大丈夫だ、まっすぐ出せよ、パンチ、まっすぐだ、まっすぐ、よーし、よーし、ダウン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 、はい、ぐらついてる、ぐらついてる、大丈夫だ、せんねー、落ち着いてけ、シェルゲイ、シェルゲイ、パンチ、殴ろうね、まあ、取ってる、取ってる、それいらねえよ、倒したら、倒したら、倒したらんじゃ、大丈夫だ、大丈夫だ、先生、まっすぐ、的に強さ、ね、あいつ秀吉オッケー、サンキュー、サンキュー、サンキュー、これが俺、サンキュー、サンキュー、予定通り、予定通り、次で決まる、これ次で決めるから、これ勝った方が、え、2対2、くっそ、見てる方楽しくなっちゃうじゃねえかよ、これじゃよ、今2勝2敗なんで、次大将戦で勝った方が勝ちですね。ザナとは世界でも大注目の国内ナンバーワン Web3 メタバース、誰でも簡単にアバターやゲームが作れて稼げて出会えるアプリ、ザナ逃走中、ウルトラマン、鉄腕アトム、地方自治体や大学にも採用されているザナ、なんと今回ブレイキングダウンの土地を限定販売、有名選手たちが集まるエリアのオーナーになれるチャンスを見逃すな、全ての人にもう一つの居場所ともう一人の自分を、ザナ、喧嘩バチバチやると思うんで試合面白くなります。まあ、1分間の喧嘩自慢だったらね、いけるんじゃないですかね。スパーリングになると全然違うんで、誰でもかかってこいよ。俺たちのチームの最後の1勝とかって2対2になった時に、その最後の1勝を勝ち抜かせるこいつにチャンスを与えてみたい。まあ相手が誰が来るか知らないですけど、まあ、負ける気はしないですね。喧嘩は負けたことないんで。みなと大丈夫だ、やってこい、しっかりやれ、お前死んでも勝ってください、蹴りしか来んから、蹴りしかでいいから、はい、顎入れて、大丈夫だ、ありがとう、喧嘩だろうか、これ、ほら、いったね、当たり前でしょ、当たり前で俺らが優勝するんだよな。北関東が決勝進出ということで、ブレイキングダウン9の本戦出場決定です。
いやもうまさに台本のような面白い展開で、いい試合が多かったです。北関東いいっすね。喧嘩だったでしょ。結構強いっす ね、 ね、なんか根性と喧嘩とちょっとしゃべりはできない仲間みたいな似てるでしょここ確かに大阪もまあ結構強敵多かったんで。なんかウリタさんと喧嘩しました。してた、うん、対象戦増やしましょうか。6個6カード増やしましょうか。大阪盛り上がってるんじゃない。言うこと聞かないっすねやばい。あれでもブレーキしましたよね、俺ら。まだしましたよね。北関東、結構強くなかったですか。強かった。喧嘩自慢なんですけど、根性結構あって。で、今回6対6になりましたけど。あ、そうなの。はい。ウリタさんと、萩原さんが最後対象戦ということで。まだそれはそれで、まあね、考えてきましたよ。まあ、盛り上げるのも大阪がうまいから、楽しみにしてます。えらいことになるから。以上。大阪ではもう本当にレジェンドなんで、だから不良としても本当に一級品。みんな伸び伸びと付き合いしてるなと思って。おい豚。いやそれお前だろ。おい、どけ、こんなやろ。檻入れ。お前、俺の方が因縁あるだろ。何てんのか、てめえ、こら。お前、8月絶対試合出ろよ。ブレイキングダウン公式アプリ、ブレイキングダウンクラブでは、オーディションの未公開映像を配信。こちらもぜひチェック。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意しておりますので、まずは資料だけでも概要欄からお問い合わせください。8月26日開催、ブレイキングダウン9の会場観覧チケットは概要欄からお求めください。ブレイキングダウン9は喧嘩道のほか、ザナ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。